皆さんこんばんは。今回は前回の動画でも活躍しましたこちらのメバペンというメバル用トップウォータープラグの大きいバージョン、メバペンマグナムというプラグを使ってメバルを釣る動画となります。これですよ、これ。ちょっとこれでかすぎますよね。やばいわこれ。ほんとなんかのね、ネタですかっていう感じですよね。というのも、これでメバルが本当に釣れるんだったらみんな使ってますよね。あなただって使うでしょ。しかも各メーカーがしのぎを削ってでっかいプラグの販売に力を入れるはずですよね。しかしそういった話は全然聞きませんから、やっぱり釣れないのかも。そして今回の使用タックルですが、まずロッドが、テクナ GP64CULJ というロッドで、リールがですね、こちらのベボ SX、 そして、ラインがですね、これナイロンの8ポンドにしてます。まあメバルついで8ポンドって太いかなと思いますけども、あの海藻に引っかかっても8ポンドあったら余裕でぶち切れますので、これぐらいの太さにしてます。でかいプラグででかいメバルを釣る、そんな男になるための動画、どうぞご覧ください。2017年4月上旬、どう考えてもデカすぎるだろうというサイズのメバル用トップウォータープラグ、メバペンマグナムでメバルを釣るべく、春の若狭湾メバリングに挑む。近くの釣り人がジグヘッド単体で釣っている中、メバペンマグナムで釣り通すことができるのか。ここが男の見せ所。果たしてその結果やいかに。基本的なアクションは通常のメバペンと同じで、少し巻いては止めるの繰り返しです。
1ジャストぐらいじゃないですかね。それで、ジャスト20あるかないかぐらいですね。それがサイズでも十分バイトしてくると。これはすごいですよ。乗った。こんぐらいだ。うわ、メガペンマグナム殉職しました。うわ、多分うまくなんかに持ってかれたんでしょうね。うっそやろ、勘弁してほしいです。8ポンドナイロン使ってたんですけどね、8ポンドでも消えました。申し訳ないですね。さあいかがでしたでしょうか。最後はどうもテトラに潜られて五輪中となりました。ラインはナイロンの8ポンドを使っていたんですけども、まあ、これでね大概しぶとい海藻に引っかかっても思いっきり引っ張ったら十分取れる太さなんですけども、さすがにテトラに潜られてしまっては無理でした。そこで、緊急にね新たに2個追加で購入しました。近所の釣り具屋ではまず見かけませんからネット通販で購入しましたけども、なかなかねこの大きさのメバル用プラグは一般受けしなさそうでしょうから、仕入れるのも勇気がいるんでしょうね。それはともかく一晩中キャストし続けて思ったのは、想像以上にバイトがあるということです。もうちょっとうまく使いこなしたら爆調プラグになるかもしれません。まだまだ使い込んでみますので、今後の動画もご期待ください。それではこの度の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。